2分でわかるウエストワールド。エミー賞5部門受賞、あの世界的大ヒットゲームオブスローンズをしのぎ、 HBO 史上ナンバーワンの視聴者数を記録した超話題作ウエストワールドがついにリリース。物語の舞台はそう遠くない近未来。我々が呪文を唱える、暴力、セックス、殺人、何でもありのアトラクション、ウエストワールドだ。ウエストワールドとは、天才科学者ロバート・フォード博士が作った体験型アトラクション。1泊4万ドル、日本円にして約450万円の入園料を払って来園する人間たちゲストを。すごいだろ。ウエストワールドへようこそ。人間そっくりに作られたアンドロイドホストがもてなす。君本物。設定に沿って細部まで完璧に再現されたアトラクション。ホストには様々なキャラクターとシナリオがプログラミングされている。そしてこの世界でゲストは自らの欲望のまま行動することが許されていた。運営側の精巧な AI 技術と厳重な管理体制によって、アトラクションは安全が保たれていたはずだったのだが、この世界は何かがおかしいように思える。やがて何人かのホストたちが自我に目覚め始め、プログラム上にはない異常な行動を起こしていく。私はイカれてない。ハリウッドを代表するクリエイターとキャストに注目。ヒットメーカーの J.J. エイブラムス、ジョナサン・ノーランの最強タッグに、アンソニー・ホッキンズ、エド・ハリス他、超一流の俳優たちの豪華共演も見どころだ。ここそれ、行け。このゲームはもっと奥が深い。奥へ進む方法は、激しい喜びには激しい破滅。圧倒的なスケールとクオリティで描く超大作リミットレスアクションサスペンス、ウエストワールド。